それでは相模湖へ下ることへいたしましょう。一応ネットで調べた事前情報では道は結構優しいっていうことなんですよね。なんかずっと階段が続くっていう、こんな感じが続くっていう。さあ実際はどうだか、まあ、行ってみなければ分かりません。ここら辺までか、階段は、まあ、ここからは普通に下り道ですかね。実に歩きやすいですね。まあ、山道だからたまたまこういう表情なのかもしれません。この先ね、もしかしたら鎖場が出てくる、いやそんな情報はなかったな。とにかく結構緩い道だって歩きやすい道だってことは確かなようなんですがね。まあ一応これも階段っちゃ階段なんですかね。これが次のなんか小屋みたいなところがあるところまでついてるですか。まあ行ってみなきゃ分かんないですが、いや本当に長い階段です。長い階段部分を抜けたら結構優しい平らな道に出てきました。いやこういう感じがねずっとついてりゃいいんですがね。こういうね初めて行く道ですからね、変にこう難しかったりね、要するに荒れてたりすると逆に不安になっちゃいますからね。もしかしたら途中で途切れてんじゃないか、行き止まりじゃないかなんて思っちゃいますからね。こうやってね綺麗に整備されてる感じの道であれば、まあいっぱい人が通るし、それなりに 手が入ってるんだろうと、まあ、そういうことで安心できますからね。いやまたねなんか階段下ってんですかね。ここ一段一段がこれきついですね。下りだからいいんですけどね、上りはやってらんないでしょうね。まあ、体鍛えるためにはいいんでしょうけどね、この階段の上りは本当にね、まあ、何遍も言いますけどね、一段一段の高さが決められてるから自分のペースでねこの歩幅を調整できないからきついんですよ。上りは本当、下りは下りでちょっとねふくらはぎに来るんですよね。まあ、でも上りに比べはまだ楽なもんですよ。なんでしょうねこの石積みは、工事用の資材という感じではないですね。説明書があります。なんか戦国時代に関係のある、そういったものみたいですね。まあ、陣馬山っていうのもなんかね、武田信玄だかそういった武将が陣を張ったから陣馬山っていう、そういうのがありましたからね。だからここら辺はそういう戦国のなんか話があるんですかね。いや徐々にやっぱ道が悪くなってきましたね。やっぱり山道ですね。まあ、それでも瓦礫をぶちまいてあるわけじゃないんでなんとか行きますし、下りですからね、まあ、助かります。荒れた部分を抜けたらまた優しげないい感じの道になりました。欲を言えばねずっとこういう感じの方がいいんですけどね、まあそれだと単調でつまらないってのもあります。まあ、今日ちょっとね今日もう帰り道でね早く帰りたいっていうのがあってそう思ってるだけですね。これがねもっと時間のある余裕のある時だったらやっぱりこういういろいろとね表情の変わる道っていうのは楽しめるんですがね。やっぱりなんかねこう秋っていうのはどんどん日が短くなってくるんでなんかね気がついちゃうんですよね。あまたこういう風になるか、よいしょ。確かそろそろねなんか休憩所っていうか小屋みたいなのがあるはずなんですがね。よっよいしょ。つづらってますな。やっぱりこうつづら折りっていうのはなんかやっぱり道が悪くなりますね。何舗装が始まっている。何か文明的な道に交差してますね。そういやなんかの林道と交わるっていうのを、ありましたよ。確かそういうの調べてあります。でこの林道を突っ切ってまっすぐ行くっていうのがルートですね。あ縦札ありますね、ちょっと見ましょう。そうです、与瀬神社っていうのが相模湖の方にあるんで。ってことはこのいい道は横切ってまたまっすぐ入ります。おお、観光案内相模湖で今どこなんだ。今ここか。ってことはぐーっと行っ
って、もう寄せ神社まで行きゃ、寄せ神社ってんのかな、まあともかくここまで行きゃなんとかなるんですね。なんか結構長いようなって言っても、まあこういう地図はそんなに正確な縮尺で書いてあるわけじゃないですからね。あ、時間書いてありますね。これだと105分か2時間ギリギリだな。まあとにかく行きましょう。ああいう案内図に書いてある歩行時間とか登山地図に書いてある歩行時間って誰のスピード本当に基準なんですかね。いや私が歩くとね、まあ案内板の時間はまあともかくとして登山地図の時間の倍ぐらいかかっちゃったりするんですよね。相当みんなひょっとしたら平地よりも早く歩いてんですかね。そんだけ山慣れた人っていうのは早いんですかね、歩きが。てかまあ私がねこう空気とか景色を楽しみながらのんびり歩いてるから遅いっていうのもありますね。そういうのなしで本当に競歩みたいにぐいぐい行けば、そういう時間なんですかね。まあ上りと下りのね時間差でね、そういうきついかどうかっていうのを目安にはなりますよね。上りの矢印と下りの矢印の時間がそんなに差がなきゃなだらかだなって、で上りが何50分、下りが30分だったら、これは下りの方が楽ってことはすごいきついってことだなって、まあそういう目安にはなりますけどね。ちょっとあの登山地図の時間っていうのは本当に何が基準かちょっとよく分かんないですね。大切な分岐に来ましたね。こっちは下りで楽そうですけど、まあ全然違うとこ、まあ富士野駅に出ちゃうんですね。こっちが養瀬神社相模湖駅、こっちですね。こっちか、3キロ、まあ、そこそこは来たんですね。なんかこっちにもあるぞ。こっち行ってもしょうがないな。このなんとか矢野、なんていうんですか、矢野根山頂、まあ矢野根山頂、こっち行くってならいいんですけどね、今日はそれが目的じゃないんで、こっち行きましょう。こういうねいい感じの道を歩いてると、それこそ自分が森林鉄道の車両の先頭にねこう立って乗ってるような、そんな気分になってきますね。危ね危ね、難所通過。いやすごいねこれは。本当に次のねでっかい台風でこう崩れたらちょっとここ通行止めですよ。まあ、今日通れてよかったですよ。危ない危ない。まあ、山道のこのね通行止め情報っていうのは実際にこう歩いた人がね通報崩れてますよって通報するか、なきゃ臨床の人とかねこうパトロールの時に見て見つけるまで、まあ、分かんないですからね。でしかもその通行止め情報ってね、入り口にねこう通行止めですってロープで貼ってあるだけで、ね、ネットにもね何も載ってなかったりしますからね。なんか小屋が見えてきましたね。東屋かな、茶屋じゃないですよ、いくらでもこんなとこじゃ茶屋できないでしょう。やったって儲からないというか、なんというか。お、休憩所だ。ちょっと一息つくかな。あ、立て札がそこにある。あ、道は合ってますね。ちょっと距離は入ってないのがね。あ、距離入ってた。駅までは3キロ、あと少しか。ちょっとだけ休みますか。あ、屋根もあるね。こっちもまあ一応ベンチか。悪くない。